そうさ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違うチームを置く、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。そんなお花を圧倒的にメタルパーティーを連れてきました。武闘家チームです。大目玉はぐれメタル。確かに早いですよ。ただし、同じような素早さで並んでいる武闘家がいるというのが致命的なんです、これ。そう、主人公チームに、このチームって割と厳しいんですよ。どういうことかっていうと、勇気の溜まりもモンスターマスターなんで遅いんですよね。あ、ちょっと待って、早くね。そして、なんと、クロスクローという、また、チームなものを持ってきました。あ、でも大丈夫よ。さあ、今回なぜか武闘家がクロスクローなんぞ持ってきましたけど、完全に目立ってますよ。だから。これはね、どうだろう。武闘家が、ただ、そんなに賢くないんですよ。必ずナイトウィッチに行くわけじゃないんで、割と適当なんですよね。だから、大目玉に行くと打点きついなー。うわ、ナイトウィッチー。この女神とかがすべて、ナイトリッチに向いちゃうってのがきついな。そうだね。メタルハンターも法整備も優秀な部類で、もう大目玉は逃走するじゃないですか。なので、はぐれメタルが、はぐれメタル遅くない？え、はぐれメタル？まだおんの？まだいたのそこに。資料の爪持ってるからが、ドルマ効かねえくなってる。さあ、なので、まあ、勇気用的にこうやって見てみると、負けちゃうんですよ、単純にこれ。勇気の回収だけ見ると主人公入りの方が早いし、アストロンやヒットアンダーウェイって勇気が溜まりづらい仕様上、このまま行っちゃうと勇気負けします。これも懸念点の一つです。向こうが攻撃を外してくれば、もちろんそれは、あっと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 、それはひどい。こうなっちゃうともう勇気が溜まってないのと同じだからな、もはや。いやー、きついねー。だから光の弾で逃げ切られて結局みたいなとこあるんですよね。こっちのチームは削り切る能力ってそんなないからな。いくらナイトウィッチいたとしても。さあ、2体逃亡完了です。武闘家は判断力的にブレる可能性ありますね。はい、ブレました。こんな感じです。そうそう、主人公すらも上回れればいいんだけどね。この2体は結構的確なんでダメですね。この2体はちゃんと当ててきてしまうのが問題で、そうなると勇気で負けると。光の弾使われたらもう、逃げ場がないんですよ、割と。まあ、向こうの攻撃を通せなくはしてんだけど、結局のところ、なんか感はあるな。いやー、きついなー。いや、きついきついきつい。いくらナイトエッジが硬いとしてもきつい。だから、ここでね、光の弾を使わせて、あっちょっ！今ね、私スペシャルカードを使ったんですけど、とんでもないもん出てきました。光の弾いきます。これが光の弾です。シュッて。これ、光の弾じゃないやろ、どう見てもこれ。あああ、やべ。あ、やべえわ、これ。あ。あ、やばい。これやばいな。ちょっと待って。光の弾のつもりで選んだ SP が、すごいことになってしまった。あ、これやばいよ。あ、でもダークマッシュは全然効かない、効かない、効かない。ナイトウィッチが元気してくれる。23! 大目玉ー、大丈夫か。やばいぞ、てか。普通にやってたらやっぱこの問題に立ち向、そう、おはぎだろうが、おはせだろうが、おはせはいいんだ。すいません、できるから。おはぎとかは、この問題になっちゃう、結局。で、そして大目玉狙われる。やめて！勇気追いつかねえ！そうなんだよ。勇気がね、足りないの。仮にもうさ、勇気負けするから、このターンにそのままやっても。もうやることは人は光の弾使うしかないんですよ。そうなると、こっちの行動はランダムになるよね。光の弾で追いつけるかどうかもわかんないのに。そう、これだけが懸念点。このチームの懸念点。怖いところ。ああ電撃放射じゃなくて、ちょっと、何してんの？お、お、おい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 、やばいって。え？え？
悪霊大さん、クロスクロー超絶悪魔、あーやめてー、お目玉がもうダメだやったわ、お目玉もうダメだよ、それじゃやばいって。クロスクローなんかどうでもいいレベルで負けてんじゃん。クロスクローナイトウィッチに全く行かずに負けてるぞこれ。あれこれ狙われるの誰かわかりますよね。あれ、お頑張れ、避けろ、あ無理無理無理、それは無理やったな。いやー、やってみたいよね。お花さ、おしゃれ着もここまでしてさ、エルギ倒したんでしょ。ちょっとやってみない？10連勝目指して頑張りましょう、やってみましょう、ガバション。さあ1戦目どこで負けるかな。前編ではね、やっぱ懸念点も説明しましたけど、いやー呪文か、そうだったなこいつら。あでも呪文ってことは単体呪文しかないのか、狙い撃ちされるな。懸念点は前回に説明した通り3つほど懸念点がございます。1つ目、大目玉やはぐれメタルの逃走が間に合わないこと。2つ目、逃げたとしても攻撃がナイトリッチに集中してしまうこと。3つ目、勇気負けすること。特にこの3つ目が顕著ですね。アストロンとかヒットアンダーウェイしてもこっちの勇気の溜まりが遅いんで、特に敵の勇気補正、大会モードでは敵の勇気の方が溜まりやすいっていう仕様があるんですよ。どんだけ綺麗にプレイやっても向こうより早くなることってめったないです。意図的に組めばいいんですけど、勇気が溜まりやすい組み方意図的にあるんですけど、そういうのがそうでもしない限り基本的には勇気負けします。なんでどうすればいいかなっていうのありますね。それは削り切ってしまうか、勇気の総裁をするか。そう、勇気の総裁狙いの方がいいかもしんないね。光の玉使ってこういう削り合いだったら、あ、ノルマなら大丈夫でしょう。魔力上昇からノルマでしょ。いや、たとえナイトウィッチも大丈夫。はい、おらへん、誰もそこそこ誰もおらへんよ。オッケー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 。多分こういう時ってさ、勇気の総裁を狙った方がいいかもね。勇気を総裁させて判定勝ちする。だから HP のこっちが有利を取って判定勝ちするしかないかもね。オーメンは本当にいい感じに先制してますね。体当たりアストーン、イエーイよう出るわ本当に。その回シーズは全然ですよ、もちろん。あと主人公に弱いって剣もあるな。主人公ってレベル99だと素早さが100超えるのもザラなんで、そうすると割り込むことが可能なんですよね。大目玉やはぐれメタルの間に、おっと、無駄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 、オッケー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 、もうなんだ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 それ、お、何、なんか3人で力合わせて目指そうも、いやいやー、もうちょっと分かっていらっしゃらない、あ、いやいや余裕余裕で耐えてる。まあまあ、ゲームだったのはね、1から5戦目はね、消化試合みたいなもんなんですよ。そこは何も言うことないです。ここは OK だね。OKOK。ここは押し切れるレベルになってるね。なんだっけ？あれ何使うの？おっと？なんだ？メダパニーマか。まあ、リーサル決めてるんで関係ないっす。まあまあ、全然関係ないです。あとは確かにこういう状態異常もされるときついな。状態異常された間にさ、大目玉ガシガシ狙われたら HP の判定勝ちもできないしな。懸念点だらけだよね、意外と使ってみると。戦士と貯めるチームだっけ。そうだね。でこいつギガソード打ってくんだ、確か脳筋なんだよな。こういうタイプの方がきついかも。ゲームセンターのこの NPC も大体僕記憶してるんで、いやーでもね、だからこそちょっとねきついかもな、これワンチャンHP、それで、戦士レベル10。でも、モンマス99で HP、それさ、戦士15に負けたら結構恥だけどな。頼むぞ！オッケーオッケーオッケー、オーメンちゃんが動いた、とりあえず。オーメンちゃんが動けば一安心だわ。アストロン、せーの！うわー、まあ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 。で、戦士とか起きるち、え？逃げてない逃げてない、まあ、危ねえ。割り込んできやがった、こいつ。戦士とか起きるちって、性質上そんなにね、賢くないんで、ナイトリッチに攻撃が当たるってことはあんまないんじゃねえかな。もちろん当たるときは当たるねんけど、逆を返せば誰でも狙うってことだよ。オッケーオッケー、いいよー。
この1回心大事。そういう、その回心は伊達になるからね。で、戦士そんなにね、賢くないんですよ。だから、結構ね、そうなんですよ。こういうように、さっきのホーステビリア、まあ、前編で紹介したね、ホーステビリアメタルハンターは賢いんで、ナイトリッチにちゃんと行くんですけど、戦士とかだと、まあ、こうやってブレることがあります。そこをついていくのもありですね。決してゼロではない。無駄ではないんですよ。うん。もしくはね、オーケー効果抜群だもしくは、ガッチガチのモンマスパーティー、まあ、紹介したことあると思うんですけどね。デスゴーゴンとか、そのあたりのガッチガチの奴らを入れるか。で、これギガソード振ってくる。確か。覚えてる。あ、そう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 、ドラゴムか。ドラゴムがギガソード炊くや、こいつ。まあ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 。いいでしょう。HP がまだ勝ってるしね。HP が勝っている状況を作り続けないと、きつい。HP が負けている状態だったら、勇気負けもしかねないしね。敵が攻撃を外せばもちろん溜まる勇気も減るんだけど。いやーまあとりあえず OKOKOK。とりあえず OK。うん。この調子、この調子。敵がちょこちょこ外してくれてるのもあって、3ターンじゃ勇気溜まらないと思うんですよ。3、4ターンぐらいは猶予ある。ただ4ターン目には向こうはほとんどの確率で溜めてくるから、うん、おかしなことに溜めてくるんで。見えてようが見えてないようがね、インチキなもんで。まあまあそうだろうな、三日神裁判官持ってたもんなお前。三日神裁判官持ってんもんなお前。それは分かって俺撃ってるけど、タマースタンプが ?OK! 誰もいないそこは !OK! OK! 危ねえ危ねえ、ヒヤヒヤするわ。先空剣。まあ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 、可愛いもんですよ。一体ですからね、クラウンは。OK! OK! 全然 OK! いや、まあ言うてでも、ミス連打してるから、このターンに溜まったらもうさすがにおかしいというレベルなんで大丈夫です。もう一ターン様子見ます。大丈夫、もう一旦様子見る。ここはアストロンとヒットアンドダイブこすって、彼らの打点も大事だ。あーあれ危ない危ない危ない。わー、はぐれメタルが不安定なことになってんな。そうか、はぐれメタル、そうか。はぐれメタルね、実はね、確かに、ちょっと不安ではあるのよ。オシャレギーの関係です。だから割り込まれる可能性はなきにしもあらず。素早さは確かに、あるんだけどね。あるけど、そうやって割り込まれちゃうのか。大目玉それ !OK! 危ねえ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 。そうか。オシャレギーを影響を受けたのはお前もか、バムレンの。それでもスライム使いとかの称号と合わせたら、だいぶ逃げれる方だと思うんだけどな。素早さ、ねえ、一応高いブレなんだけどね、君。よし、まあギガスラで勝ちの圏内に入ったんで大丈夫でしょう。OK! 終わった。いや、大丈夫、大丈夫。溜まってない。これ溜まってたらおかしい。まさか。オッケー。さすがにこれで溜まってるわけないんすよ。ゲーム性的にさすがにおかしいからね。もう、こんなメタルが切り散らかしてるところだったわ。やばいタイプだな。これ、お互いチキン戦法なんで、これはちょっときついタイプかもしれん。きついかも。何がきついかっていうと、まあ確かに、アストロン、ヒットアンダーウェイ、で、向こう、ベホイミ、ホイミって確かに勇気の溜まりづらい行動なんですよね。ただし、最大の懸念点は、これが大会モードの敵だということです。同じ状況下じゃないんですよ。向こうは勇気の溜まりが、こっちより早いんですよ。なんで、ベホイミ擦られると実はすごくきつかったりすると。で、今、バギマ撃たれるともすごいきつい。オーメンが、走ってないね。オーメン、あ、24! よしよしよし、ナイトチ横抑えた。ちょっと、オーメン、早く早く早く。まあまあ、ここでホイミンをされる分にはいいんだけどさ、無駄回復だから。オーメンが遅れたな。まあでも、ナイトビーチが24に抑えてくれたのはありがたいけど。とりあえず、これは一番きついタイプじゃねえか。お互いだって狙ってることは、もう、バレバレじゃん。お互いチキン戦法、バーサス、チキン戦法だからね。チキンバーサスチキンなんだからさ、今回の戦法って。はぐれメタル？はぐれメタル？逃げてない、逃げてない。あ、ま、ナイト1か、そもそも。ウィーン、痛い。いやー、これきつい、きつい、きつい。このパターンきついよ。体力的有利を作らないといけないから、きついんだよな、そういうことされると。そうなんだよな。総理もそこそこ受けるからな。うん。
これはきついかもしれんな。勇気に、いえ、勇気、総裁持ってけっかな。総裁持ってったところで、HP 有利取らないとダメだからね。OK! モストロールちゃんと当てれるなら大丈夫。モストロールそんなに受けないから、さすがに総理相性入っても。まあ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 。実質食らうのは1体だから。ダメージは24と。23とかもうおかしいけどな、ダメージもな。ナイトイッチどんだけおかしいねんって話やけど。ねえ、はぐれメタル?ボストローに生成されるはぐれメタルは聞きたくない。そんなの見たくないわ。やめてくれ。頑張れ !HP 有利取ってくれ、せめて。とりあえず4ターン目までに、こっちも勇気を溜め切らないときつい。出た出た出た、遅延し始めた。いやー、有利取れねえなー。でも、ギリギリ返したか、ここで。なんとか。まあ、ドウマが多分、ボストロール行ってくれるから。リッチの強さってもう教えてやるぜ!はい!あ、完璧、完璧、シルド構造なら完璧だ。オッケー、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 オッケー。チキンだなー、お互い。お互い、減らへんで、HP 全然。何するんだっけ?あ、ちょっと待ってー!あ、それ、オーメンダメ。あはは、やっぱりやっちまった。やばい、それはやばい、それはやばい、やばいって、お前らそれやばいって、やばい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 、HP フリー、HP フリーやし、これ控えめた前に勇気たまっかな。やっ、きつい。お花めっちゃきついやつ、もしかしてこれ、もしかしなくても。ああ!やばい!いや、やばいな、状態異常、そうそうそう、状態異常、こすられるわな、普通。痛い!やばい!やばい!向こう、たわってっかな。オッケー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 。いや、もう一旦見ないとダメだ。HP 有利取れっからな、そもそもこれ。泥が過ぎるだろ、この試合にしも。お花頑張ってこれ、勇気溜まって負ける可能性あるぞ、素直に。本来だったら溜まってねえけどさ、こっちも、お互い。ただ、コンピューの補正的に溜まってもおかしくない。ここ栽培のヤババ、まさかの。こんなところが最大のヤババなのこれ。次のターンとりあえず、光の弾使うのはいいんだけどさ、次のターンが俺たちにあるかどうかはわかんないんだよね。そう、次のターン俺たちにくれるかどうかだよ。なんだこの3回戦。うわー、もうみんな、判定勝ちにやってきてるこいつら。あーもうひどい、これ。やばい。こいつらひどいなぁ。そうか。これパンティにも弱いのか。さあ、まず光の弾を通せるか。光の弾通したところでこれ。あれこれさ、ほい光の弾は通った、光の弾は通った。でも、光の弾したところでさ、これ、なんか今、刺したんだけど、これ。あれ俺なんか刺したんだけど。オーメンたち頼む。オッケー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 、いけ、体当たりー、よしよしよし、頑張れ頑張れ、うわー、あー、やっべー、それあ、やべー、恐れた事態が起こった。これ大丈夫、これはですね、はぐれメタル貫通します、魔法意味は。だから、はぐれメタルには逃げて欲しかった。やばい、これワンチャン死ぬかも。はぐれメタル、うわぁ、はぐれメタル頑張れ、うわぁ、うーん、頑張れ、頑張れ、いけるぞ、よし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 、あと少し、あとリーチ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 、リーチがいける、リーチ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 、どれまでいいよ、どれまでいい、どれまでやったらもういける。オッケー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 、判定勝ちに持っていけ、判定勝ちに持っていくんや。クソ戦法や。うわ、ああ、ああ、三鏡様が、あ、
サイパンがっかり負けました。